あなたも私もにーと。こんにちは、デイスイと申します。前回、2018年9月7日に、スーパーマリオワールド、スターロード禁止 RTA で、32分52秒10という記録で、世界記録を取りましたが、わずか3ヶ月で、海外勢のシルバースター氏に奪還された挙句、全世界から約40名が参加した、世界トーナメントにおいて、海外勢のルイ氏が、さらに世界記録を更新し、もうやだと、意気消沈しておりましたが、世界記録奪還、悪しろよ。マリオワールドから逃げるな。といった声にお答えし、先月、32分47秒96を出して、世界記録の再更新をしました。もう勘弁してください、お願いします、何でもしますから。それでは早速やっていきましょう。計測の開始は、いつもの、1プレイヤーゲームを選択後に、マリオが出現したタイミングとなります。今回からレイアウトを変更しました。右上に、コース名、目標タイム、難易度、行き過ぎ度。右中に、解説の補足。右下に、ステージごとの自己採点を設けてみました。至らぬ点もあるかもしれませんが、よろしくお願いします。ヨッシーの家に到達した1フレーム後に右を入れると、最速でステージ移動ができます。たとえステージ移動が遅れても、1から3フレーム程度しか変わりませんが、積もり積もると大きな差になってきます。さて、ここではマリオの移動速度について解説させていただきます。マリオが P ダッシュ中に、進行方向にキーを入れてると、1フレームに描画されるサブピクセル数が、48、47、48、47、49、という周期を繰り返しております。つまり、最速の速度49の1フレームでジャンプして、方向キーを離して完成移動させると、空中にいる間は、速度49をキープさせることができます。今回は運悪く、速度49を引けませんでした。なぜ運なのか、わかる方にはわかるかもしれませんが、P ダッシュ中のマリオの速度が、いくつなのか、人力では判断できないからです。例えるならば、途中まで進んでいるストップウォッチを急に渡されて、1分ジャストで、止めるようなものです。仮に最速の49を引けても、ジャンプした1フレーム後に、進行方向キーを離して完成移動しないと、速度が変わってしまいます。これを人力で完璧に制御するということは、5フレーム中1回の最速で、6フレーム分完成ジャンプをし、着地後、5フレーム分進行方向を押して P メーターを維持、というゲートを、常に連続して、成功しなければならなくなります。これを通称、5分の6走法、と言います。ならこんなの絶対無理じゃん。と思われるかもしれませんが、ゴール直前の1回だけでも引ければ、目標タイムは出るので、運ゲーとなるわけです。1-4 は、劣化版コーラジャンプで有名なステージですが、またまた今回も採用しませんでした。なので、難易度も自己採点も、甘めになっております。コーラジャンプの仕組みは、コーラ保持ジャンプ中に、一瞬反転して、右向きに戻った瞬間に投げると、コーラを踏んで空中でジャンプするといったものですが、個人的にはクソムズなので、気まぐれで挑戦して決まった場合、天井に穴が開くほどの快感となること、間違いないでしょう。天井に穴開くでしょう、完全に。1白では、いつもの、小ジャンプした後、空中で大ジャンプを押すことで飛距離を伸ばす、通称、ホバリング、という技をやります。右に、ホバリングのなしアリの比較を乗せておきます。ご覧の通り、アリの方が、圧倒的に飛距離が伸びます。やり方としましては、1、小ジャンプ直後に右キーを離して、完成移動にする。2、即座に空中で大ジャンプを押す。という操作です。しかし、1の時に、先ほど説明したマリオの速度が、最速の速度49、だと、2の空中で大ジャンプするタイミングを遅らせないと、ほぼ確実に金網の亀に被弾してしまいます。なので、2の空中の大ジャンプを、0.2 秒くらい遅らせてからやると、最速の速度49が出ても被弾しなくなるので、私はこれを採用しています。暗転開け前に一発、着地前に一発、下キーを押して滑りながら、Y、A、右キー、とやると、瞬コロできます。ワールド1のボスのファイアー撃破は、以前は、右動画の上のように、滑らないタイプをやっていましたが、今回のように滑りながらだと、2フレームも早くなります。このやり方は、マリオワールド奏者の、サンゴ礁さんのチャートを、大いに参考にさせていただきました。この場を借りて、御礼申し上げます。ワールド1は、ボスのドアインミスが致命的すぎました。本来なら当然リセットです。しかし、全世界記録のルイ氏も、同様にボスドアインをミスっていたので、続行することにしました。さて、ワールド2のドーナツ平野に参ります。2-1から、マントが出てきます。
ここで小ジャンプして、早めにテイクオフメーターを発生させることで、テイクオフメーターが残っていて飛行できない、というミスを、確実に回避できます。ムササビ飛行中は速度は常に一定で、右キーを押すと、1フレームあたりの描画数が、51、50、49、48、47、と変化します。最速の速度51の見極め方は、コインや雲の描画がかっつくほど速い、というのがポイントです。高さ維持に気を使いながら速度を見極めないといけないので、最初は苦労するかもしれませんが、慣れちゃえば簡単です。水中では、右斜め下キーを押しながら泳げば、上下にブレることがないので、安定します。逆に、右斜め上を押しながら泳ぐと、急上昇します。水中では、これらを使い分けて進んでいきます。ハテナブロックを過ぎたあたりで、中A ジャンプした直後に反転、で、亀を持っていくと、このようにビート板にすることができます。天井に頭をぶつけた場合は、一瞬反転させてマントを振ると、ビート板がプクプクで相殺されなくなります。B スイッチに持ち替えて、最後のビート板相殺のリスクを回避します。最後は、上キーをしながら B2 回で一気に急上昇し、2回目の B で同時に Y も押すと、B スイッチをキャッチしながらグースカも倒せます。完璧に決まると、目標タイムを出すことができて、とても気持ちいいです。気持ちいい気持ちいい。非常に簡単なステージです。B ダッシュになった瞬間、マリオが両手を広げた瞬間に飛行して、一発で速度51を引けると最速です。マリオが地面を B ダッシュ中は、1フレームあたりの速度が常に変化しますが、ムササビ飛行中なら、慣性移動になり、速度は常に一定になります。なので、地面を走るより速い速度を、ずっとキープできるムササビ飛行の状態へ、なる早で移行させることが大切になってきます。さて、ここからはしばらく暇なので、皆様のために、テイクオフメーターについて解説させていただきます。右の動画をご覧ください。これは、一度 P' スピンジャンプで、テイクオフメーターを発生させて、着地後、テイクオフメーターが切れる前にジャンプしても、高く、再飛行できない、といったケースです。これを防ぐためには、右動画のように、発生したテイクオフメーターを切れば、ゼロにすれば、再飛行時に、高く飛べるようになります。この技術を活用すれば、右動画のように、上に落ちる、かのごとく、登ることができます。これを通称、行き過ぎチャート、と言います。まあ皆さんと一緒に、ちょっと、行ってみようかなって、なお、先ほどの例は、再テイクオフ時が、スピンジャンプによる飛行でしたが、B ジャンプによる通常飛行も、テイクオフメーターが残っていると、高く飛べません。なので、右動画のように、再テイクオフ時に、ちゃんとテイクオフメーターを切ることが、大切になってくるわけなんですね。さて、このステージは、ムササビ飛行になった瞬間に、速度51を引けたので、あとは、フラワーストックの下を飛んでいれば、最速でゴールすることができます。ただ飛ぶだけの簡単なステージですが、マント速度だけで、右動画くらい差がつきます。マント速度、舐めたらあかん。さて、最初の関門、ドーナツ平野の城に突入します。ジャンプしてから反転しないと、B メーターが切れてしまうので、注意しましょう。天井裏を、ムササビ飛行で速度51を引いて、着地した瞬間に完成ジャンプで速度をキープさせると、土管イン294が出せますが、運ゲーです。ここからは、先ほど解説した、テイクオフメーターを切ってから浮上、を繰り返して、どんどん上に落ちていきます。X を押しながら、A も B も Y も使い分けるので、いつもの持ち方が、このステージでは効果を発揮します。天井が開いた瞬間に大ジャンプすると、先のカロンを、左側に誘導することができますが、今回は失敗しました。約10フレームのロス。ワールド2のボス、モートンです。ファイアーを2発当てて1回踏めば終わりです。近づいてからジャンプすると遅いので、開幕、Y と B を同時押しからの、スライドして X で、ファイアーを2発当てて、そのまま踏むのが最速です。ワールド2は、さっきのカロン誘導ミス以外は、完璧な走りでした。ですが、カロン誘導ミスは大きな痛手なので、総合評価は低味です。こんな、やばいでしょ、行く。理想のラップタイムは8分14秒ですが、今回は8分15秒でした。妥協どころかかなり素晴らしいタイムなので、続行することにしました。まあまだ始まったばかりだし、多少はね。次の目的地は、ところ変わって、バニラドームです。舐めたら美味しいのかな？耳を軽く舐められるような感じですね。ああ。
暗転後、一瞬反転すると、B ダッシュスピンジャンプがやりやすくなります。反転しなくてもいけますが、猶予1フレームです。ですが、タイミングが取りやすい1フレーム技なんて、ぶっちゃけ誰でもできます。今回は高タイムなので、リスクを減らすため安定を取りました。お次は、超気持ちいいステージです。気持ちいい気持ちいい。行き過ぎども、高味です。行き過ぎ暗転直後に照英、亀の下で照英した瞬間にブレーキで亀ゲット、空中に照英で再浮上、2フレーム走ってテイクオフメーターを切ってから飛行、で、ブンブン上に落ちていきます。草羽は、十字キーを離して、先っちょでジャンプしてから右キーを入れると、最速です。ここは、ブル手前で照英すると、マントの急降下で、点数を取らずにゴールすることができるので、わずかに短縮となるようです。エミーのカテゴリーでは、ゴールバーの点数取得演出を回避するので、スターロード禁止でも、回避した方が良さそうです。どれくらい速くなるかは、知らん。ちなみに、エミーのカテゴリーの人口は、スピードラン .com の登録者数を見る限り、836人もいました。ちょっと多すぎんよー。行かれてるよ。なお、他のカテゴリー人口に関しては、96EXIT が195人、スターロード禁止は174人、ゼンシロは148人もいます。マリオワールド、愛されてるなぁ。このステージは、一発か二発目で、速度51を引けましたので、目標タイムの263を出すことができました。いいぞ。お次も、マントで飛ぶだけのステージなので、マリオワールドの RTA って簡単じゃん。と思われると思います。実際、その通りです。テイクオフメーターやら、5分の6走法やら、専門用語を書き連ねましたが、コンパートの走りなら、練習すれば誰でもできると思います。唯一、難しいところを挙げるとするなら、マント速度の見極めでしょうか。1フレームよりも短い、サブピクセル単位の描画数を、瞬時に見極めて、遅ければ右をちょん押しして、速度51の見極め、速ければそのまま、というのを、背景の雲、コイン、地面、などを見て、判断できるようになるまでは、苦労するかもしれません。それさえ抑えられれば、決してクソムズ RTA ではないので、これを機会に皆さんもぜひ、マリオワールドの RTA に、挑戦してみてください。さて、コンパートの最難関、VV が待つ、バニラ大地の砦です。ここも、舐めたら美味しいのかな？軽く舐められるような感じですね。ああ水中は、先ほどの解説でもあった通り、右下をしながら泳ぐ、下泳ぎ、と、右上をしながら泳ぐ、上泳ぎ、を、使い分けて進んでいきます。VV までなら、非常に簡単ですが、気を抜いて鼻をほじってたら、いつの間にか被弾してたこともありました。油断大敵、僕が。さて、土管後に、ドッスンを消す技に挑戦します。右画像のタイミングで、B、Y、と押すと、マントを振るというスプライトと、ドッスン出現が重なって、スプライトオーバーでドッスンが消えます。約 0.1 秒の短縮となります。コンパート最難関の VV 戦です。開幕、ちょっと走ってから小 B ジャンプ、着地後すぐしゃがんで、一体撃破。完全移動で滑りながら、少し待ってから避ける。上一体を撃破したら、VV の足場の真ん中に移動。しゃがみジャンプをして、上の VV を撃破。そのまま奥の VV の足元に入って撃破。完璧に決まると、クリアタイム227が出ますが、失敗しました。クリアタイム227は、もはやタス3の領域ですが、生放送中に数回、出したことがあります。VV の炎は、ドイツがどのタイミングでどの角度で撃ってくるか、完全に乱数なので、このチャートはかなりハイリスクです。私の知る限りでは、投資でこのチャートを採用しているのは、私しかいないと思います。さて、このステージは、非常に長い自動スクロールなので、皆様のために、2019年2月現在も開催中の世界トーナメント、スーパーマリオワールドノースターワールドトーナメント2018を宣伝させていただきます。2018年12月から開催し、2019年2月現在もやっております。参加者数は予選含め約50名、賞金もあります。日本からは私とマイバさんが参加しております。現在の新曲は、決勝トーナメントの、決勝、と、3位決定戦の開催前、まで、進んでおります。ご存知の兄貴もいらっしゃると思いますが、決勝は、私とマイバさんとなっております。準決勝では、マイバさんの相手は、世界3位のシルバースター氏、私の相手は、世界2位ノルウェー氏、を打ち破っての、決勝となりました。決勝は、2019年2月22日現在、まだ開始しておりません。
そして、決勝だけ特別ルールで、最大5本勝負で、先に3本選手した方が優勝。となる予定です。熱い決勝戦をお届けできるよう、最後まで精一杯頑張ります。よかったら、マイバさんと私の、YouTube のチャンネル登録を、よろしくお願いします。さらに、ありがたいことに、RKA in Japan の主催者様の、モカさん、が、デンファミニコゲーマーに、スーパーマリオワールドの記事を書いてくださいました。今回のトーナメントのことはもちろん、マイバさんの、96位グジット世界2位の動画と、私の、スターロード禁止世界1位の動画のことも、紹介いただいております。この場を借りて、御礼申し上げます。さて、今パートも終盤、バターブリッジのコースにへ向かいます。開幕の鐘を辻切りしたら、すぐムササビ飛行になり、あとは飛んでいくだけの、簡単なお仕事となります。マントで飛ぶステージは、ここまで全て目標タイムを達成できておりましたが、今回は、中距離 RTA だし、まあ多少はね。さあ、コンパートのラストは、4白こと、せんべい山の城へ向かいます。VV を除いたステージとしては、コンパート最難関です。足場2つ目の黒い線で、テイクオフメーターを発生させることで、壁手前でテイクオフメーターが残ってて飛べない、というリスクを回避できます。ドアイン288が最速です。これまでのゆっくり解説動画では、いずれもこのフロアは遅れていましたが、今回は。決まった！金網は、上と斜め上を押してると勝手に掴んでしまうので、ジャンプと上を交互に押して、登っていきます。あ、ここ突っかえ。ボスドアインタイム256が最速です。4白ボス、ルドウィッグです。ファイアー2発と1組でシュンコロです。ルドウィッグが現れた瞬間、勝手に P ダッシュが解除されてしまうので、その手前で大ジャンプできると最速で踏めるのですが、ジャンプが速いと吐いてくる炎に被弾しちゃうし、遅いと高く飛びすぎるので、安定をとってます。ワールド3から4は、細かいミスもほとんどなかったので、ほぼ最速で攻略することができました。強いてあげるなら、先ほどの金網の突っかえでしょうか。あれがなければ、ラップタイムに、区間最高記録のレインボーが、ついていたと思います。パート2からは、おなじみの3種の神器や、大幅に改善したところも、解説していこうと思います。2月中に投稿できればと思いますので、もうちょっとだけ待っててね。パート1はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。